誰もがね、育成してた、たまごっち。かわいく進化、スマホでプレイ。57577の31文字でデジタルに関する短歌を読むデジタル教室短歌部です。キーチェーンタイプの電子ゲームとして大人気だったたまごっちって知ってますか？画面の中に登場するたまごっちに餌をあげたり糞の掃除をして育てていく単純なゲームだったんですけど、世話の仕方で機嫌が悪くなったりして、場合によってはたまごっちが死んでしまうこともありました。1996年に発売されたたまごっちは、社会現象になるほど爆発的な人気を誇って、入荷しては即完売状態だったんですよ。内容は同じでも、白いデザインのものは数が少なく、プレミア商品として誰もが欲しがっていました。ですが、1998年にはブームも下火になって、今では忘れてしまった人も多いかもしれませんね。そんなたまごっちは、マイたまごっちとしてアプリ化されてるんです。たまごっちを懐かしいと思う世代の人は、アプリとして進化したたまごっち、今一度楽しんでみませんか？今回の短歌は、画像付きでインスタグラムやツイッターにも投稿しています。また、デジタル教室では、アプリやパソコンの使い方などの情報をウェブサイトや YouTube、ポッドキャストで配信していますので、概要欄からアクセスしてみてください。デジタル教室、短歌部でした。